ルジャパン TV。 今日はこの前もらったグミを食べてみたいと思います。グミ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 シルビアグミチャンネルグミにコーヒーは合わないからソーダストリーム。うぇい、すごい。今日のカップはブルーノーズ。すごい炭酸の音。それでは今日も元気に乾杯シュワもうね、グミがたくさんあるの。今日はじゃじゃーん、アメリカのグミと、あとはだいぶ前に紹介して食べてなかったじゃじゃーん、ホワイトワインとレッドワインのグミ、それからじゃじゃーん、怪獣グミ、それからいちごゼリー。ゼリーって書いてあるけどグミなんだよね。5種類を食べてみよう。いちごから開けてみよう。うわー、すごい、いちごの甘い香り、なんかひっついてる。うわー、でかっ、一粒が大きい。よいしょ。うわ、ひっついてる。よし、オッケー。それから、それから、今度は、魅惑のぶどう。オープン。あー、こんな感じ。かわいいね。これも2つ今お皿に並べてるのホワイトワイン、かわいいね。からそれから、このグミ何種類あるんだろう、すごい種類。じゃあオープン。これもトレジョーだ、今知ったでも前にも食べたことあったかも。おお、すごいかわいい、ちっちゃい、こんなに。まあいいか、これはこのままでガサッと。こっち、あ、こっちちゃんとジップブロックになってるね。オープン。あ、これ何、大きなクマなんじゃない。さっきのは小さいクマで、今度は大きいクマなのかも。いやー、開かないよ。なんだあ、できたできた。あー、こんな感じ。ちゃんとジップバッグも OK。 うわ、すごいかわいい色。うわー、派手、かわいい。うーわー、すごい色。うわうわうわ、かわいい。え、エメラルドとかもいる。え、何色いるの、こっちもいっぱいいりすぎ。あー、無理だ、お皿も1枚必要なぐらいたくさん
わ、すごいこの匂い。アメリカンなグミの匂いがする。これ先に食べたら味濃いから、日本のグミから食べたら絶対いいかもしれない。なんだこれ、懐かしいこの香り。なんか昔にもらったのもこんな匂いしたんだよね。うわーすごい、ライフセーバーだったかな。すごい色、かわいい。この激しい色がかわいい。うわー本当にたくさん、ほらこんなに綺麗。あら、いちごが倒れた。かわいい。なんか食べるのもったいない。なにこれ、大きなお皿欲しかったね。すごい。大きなお皿持ってこよう。待っててね。大きなお皿持ってきたよ。これだけあったら大丈夫でしょう。じゃあこっちのグミちゃんはこっちへ。いやーかわいい。せーの、オープン。うわーかわいい。うわー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 、超大量。あ、これで全部。すごい、この匂いがすごい甘い。そしてカラフル。食べ物じゃないみたい。それでこれをポチポチと並べていく。楽しい。これエメラルドミンティー。え、何種類あるんだろう。すごいかわいい。緑の濃いのと薄いのと、オレンジもいる。青、いやー分からなくなる。あ、これ分けたらいいかも。緑は緑、あ、紫。楽しい。子供に戻ったみたい。楽しい。10種類だ。かわいい。紫と、うわーすごい。こういうの本当に売ってないから楽しい。ミンティー、ミンティー、黄色、イエロー。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。できた。うわーかわいい。一番多いのはさ、気兼ねなく食べれるんだけど、いつもこういうのは多い方から食べるみたいな。だから今で言うとこの緑かな、メロン、わかんない。あ、ダメダメダメ、こっちのかわいいグミは味が濃いから。最初は味の薄いグミ。え、こっちもなんかかわいそうになってきた。こっちも並べないとかわいそう。いやでもこっちは、いや日本のグミが嫌だ。日本のグミ一回帰ってもらおう。
リターン、リターン。ジャパニーズグミ、リターンズ。だって可愛くないもんね。よし、飛んで、ここに、バラ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 。うわー、これもすごい強い香り、酸っぱい香り。え、これ皿小さくて分けるの大変。4種類かな。頭が活性化しそう。はい、4種類だった。あー、綺麗に分けました。うん、かわいいね。グミビュッフェ。そんな感じ。かわいい。はぁ、チアーズ、グッドワーク。グミ選別、お疲れ様。うん、何食べよう、本当に。もったいなくて食べれないね。まあまあ、大人のワインからにしましょう。まずは、まろやか。あ、間違えた。爽やか白ワイン。Here we go。待って、匂いからだね。なんかゼリーみたいなの入ってる。うん、アルコール 0.008 だって。うん、酔っ払う。うん、こっちも 0.008。 うんうん、結構弾力が強めで美味しい。今度は赤ワイン。匂いはあまり良くない。まあ普通に美味しいけど、まあ普通。じゃあ次、いちご。なんかこれグミじゃないのかも。 Here we go。 Wow。 うん、ベリーだった、やっぱり。うん、なんだ。うん、種かも。うん、美味しくない。なんだ、ゼリーって書いてるけど、もっちり食感だしグミでしょと思って買ったら本当にゼリーだった。うん、あ、うん、あんまり好きじゃない。こっちだ。どれもわかんない。同じような匂いするけど。うん、黄色。
なんかよーく見たらクマかなみたいな感じ。すごい。こっちの方がくっきりしてるでしょ。ほら、クマかな。え、オーガニックベリー。オーガニックベアリー。ベアリー。あ、クマだからベアリーだ。怪獣みたいだね。ちょっと食べるのにちょうどいいね。うん、おいしい。今何食べたのか忘れた。え、何色食べたっけ。オレンジだよね。よし、紫食べてみよう。うん、普通に美味しい。結構硬い。グミも美味しかった。写真にたくさん撮らないと。それでワールドザベストだって。すごーい。これは私はもちろん緑。すごい。よし、食べてみよう。いただきます。うん、12フレーバーって書いてある。12フレーバー。グリーンアップ。うんうん、うん、なんで10個しか入ってない。チェリー、ストロベリー、マンゴー、パイナップル、レモン、オレンジ、グリーンアップル、ウォーターメロン、ピンクグレープフルーツ、ライム、ブルー、ラズベリー、グレープ。え？あ、ちょっと私見間違い。これとこれほら違う。これとこれが違う。うっそ、気がつかなかった。微妙な違いすぎる。うんうん、真っ赤と薄ピンクがあるの。へー、びっくり。あー、薄ピンクも2個しかない。ほら、真っ赤と薄ピンク。え、そしたら今のところは5、9、9、10、11、あと1種類は何なの。あ、黄色、これかな。なんか黄色が怪しい。この黄色が、あー、これかも。同じものとして分けてたのに。うーわー、すごい。ささやかな違いだから分かんなかった。すごい、びっくりした。10種類しか入ってないと思った。うーわー、これはどっち、こう感じ。2個しかないよ。いや、微妙すぎるね。これかな。しかもみんな A って書いてあって、って感じ。え、これ何、こっち、こっち、なんかどっちつかずの色してるよ。めちゃくちゃ難しい判定だ。これとこれの違いだよ。いやー、すごい微妙。わかんないよ、こんなの。かといってさ、あ、やだ。
かんないよ全然。え、そしたらこれってことで12種類だったんだ。すごい発見だ。なにこれ、すごすぎる、面白すぎる。この似てる色、びっくり。でも全部開けたからよかった。じゃじゃーん。最終的なラインアップはこんな感じ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。 あーかわいい。でチェリー、うーん、あ、ストロベリーだね。チェリー、チェリー、ストロベリー、マンゴー、マンゴーじゃないきっと。マンゴー、パイナップルだ。パイナップル、レモン、レモン、薄いのがレモンかな。いや全くわからない。レモンで、オレンジでしょ、グリーンアップルでしょ、ウォーターメロン、これかな、ミンティーがウォーターメロン、あ、そうかもしれない、すごい。ふーん。でピンクグレープフルーツ、でこれがブルーラズベリー、あ、ブルーラズベリーで、これがグレープだよね。いや、わからない。でも楽しい、こういう並び替えたりする楽しみもあるから大好き。ウォーターメロン食べてみようかな。ミント色だし、かわいい。いやー、た、全部食べる前に12種類って気がついてよかった。じゃあいただきます。うーん、うん、ハードの噛み応えで美味しい。あれ、この黄緑だね。ライム？これがライム？かわいい。ゴールデンウィークにビュッフェレストラングミーができて本当によかった。じゃあ今日はグミグミパーティーでした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。